お、挑戦エリア中？ちょっと違う、これは前にちらっと見せた挑戦練習マシーン。プーマンにいろんな日々ぶつけたらどうなんのかなーって遊んでるんだ。暇ねー。師匠の風に渓流の氷混ぜていざ突撃。空中で凍ってる。ほーん、師匠と渓流の範囲ひびを混ぜるとこうなるのか。氷と風の合体技、これをアイスストームと名付けよう。ぷよぷよ。つーか他の連中は凍ってるのになんでこいつらだけぐるぐるしてんの。はしゃいでるんじゃない。どんな理由？まあいいや。あ、凍った。なんだったんだ。微妙に効果範囲から外れてたのか。渓流のひびを再発動してもう一回試してみるか。時間がもったいないわ。先に凍らせると浮かないのか。どうやら風で飛ばしてから凍らせてたみたい。なんか怖いなこの光景。世界の終わりを感じる。囲まれてるせいで余計恐ろしい。ヒビコンボ、今後もパターンが増えてってほしいな。長ーい。うるさ。どうした、はしゃいでるのか。はしゃいでないわ。はよ本編に感慨。1分も経ってないだろ、せっかちだな。そんなに生き急ぐこともないだろうに。ゲーム内では新キャラのレイサが実装。撃破パが強化されたと同時に召喚物を軸にした新たなパーティーの登場も噂されているわ。召喚パな、本当に来るんだろうか。同時期復刻のトパーズも召喚キャラなのはそれっぽいけど。パーティー全員召喚物出したらアクションバー大渋滞しそう。今のところ召喚キャラはトパレイサだけか。今後がシーンくん。軽減将軍。持ってたのにすっかり忘れてたわ。使うことなさすぎて。ストーリーだとあんなに強そうなのにどうしてパーティー入れるとああなってしまうのか。シンくんが遅すぎる。せめてスタックフルチャージしたら即行動くらいじゃないと。本体が行動不能になるとシンくん止まるのも地味にきついよね。株は動いてくれるのに。実装から1年くらい経って価値爆上がりする株くん。マジ株くん。シンくんも見習ってどうぞ。なんだ？軽減バカにしてんの？勘違いするな。個人的には好きなキャラなんだ。できることなら使いたい。けど環境がそれを許してくれないんだからしょうがないじゃないか。一応高難易度コンテンツクリアできる程度のパワーはあるんだけど他のキャラと比べたらね。現状スタレにアッパー修正の前例はないし後発キャラとのシナジーを期待しよう。どんな効果なら軽減強化になるかな。やっぱシンくんの攻撃頻度少ないのよ。召喚物の速度上げる系一択。トパーズレイサエグいことになりそうだけどそれならこの2体に新キャラ軽減でパーティー作れる。いっそシンくんに速度靴履かせるってのはどうだ。速度アップが無理なら猛火力でなんとかするしかないわ。ダメージ読み声ムキムキシンくんでスタレ界のロマン砲を目指しましょう。忘れたがシンくんのあのクソ長い名前もロマン砲っぽいしな。なんだったかしら。人来悪魔払いたまえ元凶くんみたいなやつ。適当すぎる。シンくんの名前はともかく長期間見据えて毎日バナダイス掘ってるのが報われますように。現在1ボスを突破して第7エリア、ボーナスマスを踏んだところ。のみの位置はいいぞ。ボーナスイベは少ないから出現率高くて、運が良ければ一瞬でルパーと解析感セットが揃う。エリア2の遭遇イベから機械食し取ってるから合体まであと2つ。なんだ機械食しで全財産ロストする回じゃないのかつまらん。だから爆死芸人になった覚えはねえって。破壊可能な器物獲得を選択して機械型交換出現。あ、ラス1も出た。どうも、ゆっくりルパートです。本人確認。これで本人確認されると毎回合体を強いられるような気もするがまあいい。ルパート解析官が完成。これによってエリア移動の度祝福器物かけらがもらえるようになった。移動すると効果発動する性質上なるべく早い段階で完成させた方がアドなんだよね。で器物を増やしまくって最後にトラペゾすると。なんでだよ、絶対しねえよ。影薄いけどルパート解析官は回心率 60% アップと回心ダメージ 16% アップの戦闘バフもついてるんだ。持ってるだけでアドなんだからトラペゾ以前に何があっても手放すことは。どうしよっかな。急に何？いや、今表示されてるイベントが。どっちから踏もう。左が帝国の遺産、右がゴミ箱あさりの達人ね。両方ルパートパーツを拾える可能性があるイベントだけどもう揃ってるじゃん。どっちでもよくない？それが左はある条件下だと話変わるんだよ。わずかな希望にかけて左から踏むぜ。え、何この選択肢、こんなの見たことない。イベント、帝国の遺産はルパート解析官を所持している場合のみ隠れた選択肢が出現する。内容はルパート解析官を捨てることでかけら2400、器物祝福24個ずつ獲得するというもの。ルパ解散の発動がエリア移動で300と3個ずつ。このイベントは直ちに8回発動させているようなものね。今がエリア8だから合体ルパートの起動は残り5回。アイテム増加だけを考えると3回分などになってるってことになるのかな。やべえ、効果処理全然終わらねえ。獲得した器物24個全部に虚構強化が反応してるせいでとんでもない情報量に。やっと終わった。これでルパ解散は手元から消失。ゴミ箱あさりイベを踏むぜ。選択するのは当然壊れた器物獲得。それって確かルパートを拾いやすいって言ってた。まさか。はい、ルパートちゃん、さっきぶりだね。嘘だろお前。まず1個、そしてこれで2個になった。こんなことが。最後に機械食事を拾って合体。あれ？さっきまで3個ずつだった選択肢が2個になったわね。もしかしてルパート解析官に集はできない仕様なのかな？わからん。さすがに捨てた直後拾い直せそうになったことは初めてだったし、イベント自体との兼ね合いもあったかもしれない。もし拾い直せてたら動画的にかなり美味しかったんだがな。イベント踏む直前に迷ってたのは2周狙いだったってこと？ああ、近畿物取るため先にゴミ箱あさり踏んで器物圧縮しようかとも思ったけど、こんなチャンスめったにないしワンチャンにかけるのも一興かなって。にしても帝国の遺産イベの隠し選択なんてよく知ってたわね。伊達にスタレ実況やってないってことだ。あの
一戦裏でニボスが解けたんですけど。なんですぐ死んでしまう。そりゃ必殺技一撃単体1000万ダメージとか出してたらそうなるでしょ。まだニボスだよ。飛翔必殺単体1500万ダメで過剰変換の片割れも当然のように一撃粉砕。恐ろしい。我々はとんでもない怪物を生み出してしまったようだ。サイボスの尺が短いせいでニボスをカットしなくなった今日この頃、ついに1分でニボスプラス過剰変換を終わらせる時代へ。どうしよう。あまりにも強すぎて3ボス秒で消し飛ぶ未来しか見えねえぞ。これまで追加攻撃4人で3ボス倒したったとか、攻撃禁止縛りやってみたとか、ある程度ボスが耐えてくれる前提だっただけに、どんなネタでいけばいいか思いつかん。こんな時彦くんがいてくれたらもう星5最弱とは言わせない的なネタでサムネ作れたのに。クソ、なんで私は彦くんを持ってないんだ。前に動画で元凶引いたことないって話したら羨ましいってコメントいっぱいあって泣いた。大体どんなキャラでも一定数擁護派が湧くのに元凶ほぼゼロだったもんね。まあ誰もが認める弱いキャラなら持ってなくてもいいんじゃない。バカが、弱いも振り切れば立派な個性なんだぞ。中途半端に使えるキャラなんかよりよっぽど実況者向けじゃねえか。誰も使ってないキャラを作ってやれるのは実況者しかいねえだろう。なら使ってあげなさいよ。条約回すところ見ててあげるから。頑張れ彦くん、強く生きてくれ。諦めるな。いくらなんでも工場一点狙い条約は沼すぎて笑えん。他に誰も使ってなさそうなキャラはいないか。この辺に誰も使ってない主人公いるらしいっすよ。なるほど、銀河打者ね。仕方ない、それで行こう。そうと決まれば早速サンボス組の島まで書き込みじゃ。気悪、矢のつく人たちかよ。銀河打者使うなら間違ってないだろ。思いっきり間違ってますけど。なんでや、一本で性格のバケモンとやり合えるようなヤバい獲物持っとるならゴンタで決まりやろ。あれクリバットじゃねえよ。嫌でしょ、クリバットで戦う主人公。ゴミ箱に突っ込むバット持った主人公の時点でヤバいやつなんだよな。運理枠銀河打者のバットは剣だから。なんやそれ、語りか。いや、語りというかその道のプロにしかわからない感じ方というか。アホなこと言ってる裏でせっかく集めたルパーと器物を投げ捨てていく。ワンチャンあるかと期待してイベントエリア踏んだけどダメだった。あとちょっとで物が手に入ったのに。物っていうな。この後培養機でもろもろ調整して最後のしのぎへ。しのぎっていうな。やつがサンボス組の鉄砲玉か。グラモスではなんや偉い大層な絵描いて書き込みかけたみたいやないか。散々暴れたけじめは取らなあかんよな。ええぞ、玉取ったれ。ルールは破るためにある。あかん、銀河打者までそれっぽいこと言い出した。ほら指つめんかい。豪快な一振りで1ゲージ蒸発。イモヒートンか、もっと根性見せんかい。このままだと落ち着くべくんに人形チャンネルか何かだと思われそうなんで発言気をつけてくれません。うちの島にケチつけよう言うんか。島にガサ入れられる前につべ組の玉取ったらなあかんかもな。一戦パクられてこい。まあ姉さんがそう言うなら勘弁したるわ。誰が姉さんじゃ。こら、片木に迷惑かけちゃダメでしょ。つべ組とはこれ限りで手打ち。いいわね。まあ親父がそう言うならバラすぞ。一番シンプルだけど一番怖い。複数の敵を倒したことで知恵祝福の効果によって AP が全回復。トーマスピンズ銀河打者が一振り3000万、読みとかだったらどうなってたことか。結局貫通どころか必殺技3回だけで全部破壊しちゃった。けじめは取らせた。次は片木になって会いに来いよ。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。